カデミーに入る資格はない。無理だな。何を？ああ。まあまあ二人とも。やんのかこら。はっ、てめえ今。記念写真なんだからレンズを見て。現実を見ろ。こんなとこにいたんだ。カカシが受かるのは当然だけど、私たちもできるよ、きっと。いろいろ道に迷ったみたいだね。大丈夫か、リン、カカシ。オビト！気がついたか。悪いが拘束させてもらった。おとなしく話を聞いてもらえそうもなかったからな。ヤヒコ、ちょっと修行の相手をして。え、これってコナン。コナンと何としてでも生き延びろ。あー！俺はお前にあることを伝えるためにここへ連れてきた。手当てはしておいた。まさかの。イタチは死んだ。お前の勝ちだ。あ、ほれ、しっかり歩け。そうだな。まずは自己紹介からしておくか。俺はお前と同じウチハ一族の生き残りであり、ウチハイたちの真実を知る者だ。おい、あんたに協力してもらいたいことがある。そんなの嘘に決まってるだろう。イタチは敵だ。父さんと母さんを殺し、抜け人で暁のメンバーだ。お前のことを何を。やめろ！嘘だ！そんなものすべて！あいつは、イタチは悪だ！一族を殺して暁に染まった犯罪者だ！口寄せの術！キュービに里を襲わせたのはまだだ。よしよし、暗部の分隊長。早速だが任務について。これよりお前は暁のイタチだ。嘘だ、嘘だ。そこでイタチは決めたのだ。己の手で一族の歴史に幕を下ろすこと。俺が疎ましいか。死に様だ。
でも死ぬぞ僕。では再燃してみる。最後に約束しろ。俺を倒したか。恨め、憎め、サスケの頼むぞ。これお前の目は俺のものだ。恨め、首ひねったやつが何笑ってる。もしかして楽しようとしてるだけじゃないのか。違うよ、俺も明日からアカデミーだと思うと嬉しくって。これでちょっとは兄さんに追いつけるからさ。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。